はいはい、皆さんこんにちは、小山翔平です。このチャンネルはですね、元読売巨人軍の選手であった僕小山翔平がジャイアンツ情報を中心に発信しているチャンネルになります。まだの方いらっしゃいましたらね、ぜひチャンネル登録ポチッとよろしくお願いします。すいません、ちょっと息切れしてまして、ちょっとねちょっとランニングしてね、ちょっと帰ってきて息切れして申し訳ないんですけど、今日は皆さん興味あると思うんで、すいません、ちょっとネタがなくてですね、ちょっと、まあ昔のこととか、まあいろんな経験したことを話していこうかなと思って、まあこの動画撮らせてもらってます。はい、やっぱ皆さんね、お金好きじゃないですか。気になるでしょ。野球選手がどんな感じでもらってるかっていうのをね、気になると思うんで、まあそれについて、ちょっとね、お話していきたいなというふうに思ってます。はいですね。じゃあまず何から話そうかな。年俸とかについてお話ししましょうか。はい、僕は育成だったんで、まあそんなにもらってないですけど、まあジャイアンツの場合ですね、まあ年俸とやや、もらってる額は違うんじゃないかなっていうところは正直あると思います。はい、まあ僕はね、まあ試合下の選手ではなかったですし、まあ試合下の選手に聞いた話だと、まあ少し、低く見積もらえてるというかね、公開した、額というか、そういったところはあるんじゃないかなっていうところですね。で、じゃあ、育成で言うとですね、はじめなんか年俸は何パーってかな、300何万とかそんな感じだったんですけど、なんかね、2軍の試合出たりとかしたらボーナスもらえるんですよ。2軍の試合出て、何試合出てとか、何イニング投げてとか、ピッチャーやったらね、というのがあったら、なんかボーナスみたいな感じでバーってこう、上乗せされていくんですよ。とかね、まあ、もろもろその他あるんで、まあ、その年俸、プラスなんか、もろもろあって、なんかまあ、それがなりの額になるって感じですね。で、なんか安倍さんかな、安倍監督かなんかが、今一軍やってるでしょ、コーチになられた時にですね、育成選手に、インセンティブじゃなくて、もうそもそも額としてやってあげたらいいんじゃないかみたいな感じで、言ったんですね、安倍さんがね。で、それで、年俸が、そもそもの基本給が、なんか400なんぼだったんかな、なんかそんな感じで上がったっていうのはなんか聞いてます僕ね。はい、でまあじゃあ支配下の選手どうなんやねんって話なんですけど、まあ支配下の選手でもまあピンキリでして、まあ皆さん分かってると思うんですけど、ピンキリで、まあそれは何億もらってる人もいれば、まあ、数百万の人もいてっていうところの、まあ結構貧富の差が激しいんですね。まあそのだからロッカールームとかでもなんかその僕らとかよく言ってたんですけど、1列目、2列目、3列目、4列目ぐらいまであるんですよ。で、4列目とかが結構育成選手が多くて、で、3列目が、まあちょっと若手の有望株で、で、2列目とか1列目に、まあ1軍選手みたいな感じでね、ジャイアンツ球場だったらあったんですよ。で、まあなんか、まあ話してる内容とかもですね、まあなかなかやっぱり噛み合わないというかね、お金というところに関して言ったら、まあそういったところはあったんちゃうかなと思いますと。で、一軍選手のやっぱスター選手とかですね、やっぱもらってる額もすごいですし、あ、そうだ。そもそも年俸って、例えば1億もらってたとしたら、1億を12等分して、毎月、ジャイアンツだったら25日かなんかに入ってくるんですね。1月25日、2月25日みたいな感じで、こう、12等分した額を、毎月振り込まれるって感じですね。で、それにプラスして、なんかグッズの売り上げとか、なんかもろもろなんか取材して、なんか取材の記事であったりとか、みたいな感じでバーってこう、いろいろ、なんかそのロイヤリティみたいなやつが入って、まあ、金額になるってことですね。まあ、やっぱりまあ、スター選手はね、それに付随して、その、グッズの売り上げとかもエグいんで、すごい何百万単位かな、なんかな、すごい単位で入ってくると。あ、年俸以外でね、とこですね。で、ジャイアンツの場合で言うと、まあ、罰金とか、賞金があってですね、まあ、他の球団もあると思うんですけど、僕がいた時は、勝率が5割以上だったかな ?5 割以上の試合、試合開始、勝率5割以上ある時の試合に限って言えば、賞金とか、賞金かなっていうのが発生しますと。で、まあなんかその査定は僕一軍選手じゃないんでそんな詳しくないんですけど、なんかこう、まあ例えばヒット1本打ったらなんかプラス何本とかなんかつけられるんですよ。で、毎試合、まあそのマネージャーの人とか、マネージャーじゃないかな、なんか裏でちゃんとそれをね、カウントする人がいたりとかして、で、こう、やっていくんですよ。で、なんか、僕あんま一軍選手じゃないんでわかんないんですけど、なんかその、月に1回かな、なんか、誰々選手何ポイント、誰々選手何ポイントみたいな感じでこう言われるんですよ。で、そのポイントに応じて賞金がもらえるってことですね。
で僕吉川直樹さんと仲良かったんで、吉川さんの、寮の部屋に行った時に賞金見せてもらったんですけど、どえらい額その時点でその当時でもらってたんで、多分今の直樹さんだったらどれぐらいもらってんだろうっていう風にね、もうなんかすごいなっていう風に思いますと。まあそれでそうなんですよ、賞金とかあるんですよ。で逆に罰金とかもあってですね、あのよく僕がたまにこう YouTube とかで罰金とかいう話したら、そんなんないやろとか言う人いるんですけど、あるんですね。で一軍で言ったら、まあ額もすごいと、うん、だから例えばピッチャーが先頭バッターストレートのフォアボール出したら、まあ何万円とか、あなんかサインミスしたら何万円とか、あなんかあるんですよ、サインミスというかね、サインの見落とししたら何十万円とか、なんかそういうのあるんですよ、うん、でそれでその賞金をまあ最後納会とか、なんかそういうなんかね、なんか物を買ったりとか、その球団の物とか買ったりする額に、そこに当ててるってところですね。だからそのマネージャーが勝手にお金抜いたりとか、そんなことは全くしてないので、まあ罰金を集めて、まあそのお金でみんなのそのね、まあ使うものとかに当てていこうみたいな感じでね、やってるってところですね。で例えば優勝した時とかだったら、そのなんか優勝旅行とかに、ね、そこで使うとか、そういう感じで、うん、やってますね。はい。で、まあ僕が行った時にですね、農会ってあるんですよ。まあ農会なんかゴルフとかあるんですけど、で熱海かなんかでやるんですけど、でその時に僕たまたまその坂本さんかなんかと席隣になったんですよ。でそこでなんかその時坂本さんがベストナインやったかな、なんか取ったんですよ。なんか賞となんかそういうのがあって、でなんかそのなんかもらってたんですよ、お金を。300万やったかな、なんかそれぐらいもらったんですよ。で僕からしたらすごい額じゃないですか、300万って。うん、でそれですごいなと思って見てたんですよ、それをね、そのなんかこう紙に書いてあるやつを見てたら、あやろっかみたいな、こんなんほんまにあんなんこんなんなんでこんな少ないねんって言ってたんで、ちょっと僕引きましたね、それに発言に対して。なやっぱすごいなって、金銭感覚もそうだし、やっぱもらってる額が多いから、こんだけベストナインとかなんか何かの賞を取ったのにこんだけしかもらえへんのかみたいな感じでね言ってたんで、あすごいなと思ってね欲しいなとか思いながらね聞いてましたね。まあそうですね、まあお金はねやっぱほんとピンキリですし、まあ人によってもいろいろあるんでね、いっぱい稼いだらいっぱい使うっていう人もいれば、いっぱい稼いでも生活水準を上げないっていう人もいるし、でまあ堅実になんか投資したり、投資というかその、なんて言うんだろう、まあ選手会にこう預けて運用してもらったりとか、まあいろいろ、まあその人によってね性格とかいろいろ違うんで、まあ変わってくるんですけど、まあどの人であれですね、まあ億以上稼いでるとか、まあ3000万、5000万以上稼いでる選手はね、本当すごいなって思うし、まあ一軍最低年俸今何分でしたっけ、1600万か1700万とかそんなんだと思うんですけど、まあ僕はそれにすらいけなかったというかね、育成選手も終わってしまったんでね、なんとも言えないですけど、やはりね、まあ金額云々もまあそうですけど、まあ今ね、まあフェニックスだったりとか、まあ日本シリーズに向けて、まあジャイアンツの選手みんな頑張ってますけどね、うん、やはり本当に尊敬しかないですし、まあね本当に、1年でも長くね、選手生命をねやっていけるようにね頑張ってもらいたいなと思いますし、まあここでね、難しいんですよ、この期間って。若手にしたら追い込みたいっていうのもあるし、でも怪我してもね、ちょっと嫌だっていうのがあるんで、その怪我するギリギリまでやって、どんだけこうキャパを増やしていけるかみたいな時期なんで、そこはね、頑張りながらね、耐えてほしいなというふうに思っております。はい、そんな感じでね今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。